Hey, what's up? というわけで皆さんこんにちは。体でトークするニューヨークヘルスコーチのマリです。はい。今日からですね、ちょっとボイスブログを YouTube の方でもアップしようかなというふうに思っておりまして、でこれまで皆さんノートっていうブログとかアップするプラットフォームしてますかね？そちらの方で、この夏、ちょっと数ヶ月、ほぼ毎日、ボイスブログをアップしようと思って、で、まあ、練習は続けてきたんですけど、いよいよ、ちょっと YouTube の方でもアップして、で、私のですね、ヘルスコーチのノマド生活っていうのを、まあ、ちょっとスパイスとして盛り込んで、いろいろお話しようかなというふうに思います。で、同時に、私がですね、日々見ている景色なんかを約10分ぐらいで皆さんに見ていただけるように動画をね、紹介して、で、今実際に皆さんが見ていただいているやつもですね、私が毎日のように見ているハワイのノースショアの映像なんですよね。で、私普段はニューヨークに住んでおりまして、で、今はですね、ノマド生活でハワイのノースショアに来ているんですけど、まあ、感想としては、ノマド生活最高だな、みたいな。で、まあ、このボイスブログでは、ノマド生活を、まあ、どうやって送っているのかとか、その経緯だったりとか、で、まあ、世界のいろんなところを見ながら、私が感じたこととか、人との出会いとか、で、それが、こう、世界でお仕事を、で、まあ、いろんな人に役立ててもらえるようなサービス作って本当に良かったな、みたいな。まあ、そういうストーリーとかも紹介しながら、将来ですね、ちょっと世界で住んでみたいな、みたいな。そういう方のお役に立てられたらいいかなと思ってます。で、かつ、こんな風にビデオもね、見せることで、今ちょっとコロナの云々で、このビデオを撮ってる時、ボイスを録音している時ですね。コロナの云々でなかなか簡単に旅ができないような状態ではあるんですけれども、まあ私がこういうちょっと世界をいろいろちょっと見てきている映像をご覧いただいて、リラックスとかね、癒しのきっかけとか、あとはなんかワクワクのきっかけとかにしていただけたら嬉しいかなというふうに思います。まあ、とはいえ上から私がこんな風に喋ってるんでね、もう黙れよ、リラックスなんてできないよみたいなことも多いかと思いますが、まあ、その辺はちょっとご了承いただいて、どうしても映像だけ見たい方はミュートしてください。はい。まあ、というわけでですね、私ニューヨークに住んでいるホリスティックヘルスっていうのを、まあ、大切にしたヘルシーなライフスタイルを習慣化させようっていう、そういう活動をしておりまして、で、ノマド生活っていうと、まあ、ノマドっていうか、人たちいるじゃないですか、こう、一点にずっとそこに定住するんじゃなくって、場所をこう、コロコロ変えながら生きている人たち、この民族みたいな人たちいますよね。で、そんな感じで、現代人も、その、定住せずに、いろんな場所で住んで、で、コロコロ場所変えながら住んでいる人たちも増えているっていう、まあ、コロナちょっと別でですよ。まあ、そういう人たちが増えているっていう。で、これ、なんで可能なのかなっていうと、やっぱり仕事の仕方がみんな変わっている。コロナのことで一層みんなリモートワークとかが可能になっているので、いろいろ落ち着いたら本当にノマド生活する方もっと増えるんじゃないかなと思うんですけど、仕事の仕方だったり、あとは仕事のこうサービスのあり方っていうのが、もうその場所に行かないとサービスが作れないみたいな状態ではなくなってきてるんですよね。本当にパソコン一つとか、携帯一つとか、インターネットと、で、デバイスさえあれば、もう簡単に仕事が成り立つ。で、もうお金も生まれるし、みたいな。わかりやすいのが、YouTuber さんとかだったりすると思うんですけど、いろんな場所で自分でコンテンツ作って、それ携帯でビデオ撮って、で、携帯からアップして、で、それで、まあ、ファンの方とか、視聴者の方見ていただいて、再生回数で、で、お金を稼ぐみたいなのが、もう結構普通になってきてるじゃないですか。だから、本当に仕事のあり方、なんかこう、収入の得方っていうのが、全然前とは違ってきていて、ノマド生活が簡単にできるようにはなってきている。まあ、簡単といってもさすがにそこは努力も必要です。行動も必要だけどね。うん。だから、まあ、ノマド生活ってこれからもっともっと当たり前になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、私の場合なんですけど、実はノマド生活やろうと思ってめっちゃ意図的にそれを目指したわけでは全然ないんですね。もうまさにコロナの渦に飲まれて、っていうかもう飲まれようみたいな。で、その波に乗ってみようみたいな感じで、身を委ねたら、今、ハワイのノースショアにたどり着いたみたいなことがなってるんですけど、ちょっとざくっと言うと、
去年ちょうど1年前に私年に2回ぐらいニューヨークから日本に行って講座とか開催してたんですけど、でちょうど1年前に日本に行った時にですね、大きなお仕事をいただいたんですね。でそれが幼稚園の給食監修っていう、まあ、こういう仕事なんですけど、私ヘルスコーチでいくつかプロジェクトをやっていて、でそのうちの一つが KD キッチンっていう食のことを学ぶっていうプロジェクトをやってるんですね。でこれは、まあ、資格っていう形態と、あとは料理教室っていう形態で、私たちが食べるものだったりとか学んだり、でかつは環境とか生物とかいろんなことに本当食べ物健康ってつながってるんで、そういうことも学んだり気づいたりするっていうような、ちょっともうただ料理を教えるようなクラスではない、これからの時代に必要な、まあ、料理教室みたいなものを作ってきていて、でそこで、お料理を学ぶ、ニューヨーク在住のシェフにレシピを作ってもらって、資格を持っている方たちがそれを、まあ、クッキングクラスという形で教えたりとかしているんですけど、まあ、そういう活動をしていく、いる中で、本当に偶然の出会いというか必然だったのか、幼稚園がですね、こう食っていうところをもっともっとなんかこう質を上げるとか、で将来的に幼稚園に通う園児たちがグローバルになっていくとか、でもっともっと成績が上がっていくとかっていうことを考えた時に食の見直しが必要だっていうのでお声掛けいただいたみたいな、そういう流れがあるんですよね。でも本当に嬉しくって、でもただやったことがないし、大きなプロジェクトだったので、よし1年ぐらいちょっと日本にいようと決めて、で日本にいることになったんですね。で一旦ですね、ちょっとビザの関係とかでアメリカに戻らなきゃいけなくなったので、じゃあ戻ろうと、でアメリカだったらどこでもよかったので、まあ、2月だったんですけど、その時ね戻ろうと思ったのが、ね、2月めっちゃニューヨーク寒いから、それだったら暖かいハワイでお友達にも会いたいしっていうのでハワイ選んだんですよ。で予定では本当に2月末に来て3週間の予定でハワイに来たんですけど、もう本当にそこからコロナが深刻化しちゃって、で3週間で届く書類が、結果的に4ヶ月ぐらいかかっちゃったんですよね。でもう夏になっちゃって、で友達にすごいお世話になりっぱなしでよくないなと思ったんだけど、すごい申し訳なくて、だけど、まあ、7月の中旬に書類が届いてすぐに日本行きのチケットを取ったんですよね。それが9月の頭ぐらいのチケットが最短ので取れるチケットだったんですけど、だけどなんか噂ではキャンセルになるって言われていて、でこれキャンセルになったらまずいなと、で何がまずいって、お友達のところにこれ以上ご迷惑をかけられないなと思って、で万が一の時のために自立を考えたんですね。ハワイの中で自立を考えて、でそれだったらもうすごく気に入ったノースショア、海とかもめっちゃ綺麗なんですよ。ウミガメとかいてめっちゃテンション上がるし、癒され効果がすごいんですけど、ノースショア住んでみたいと思って、でまあ自立作戦とはいえ別に移住しようとかじゃないんですよ。まあただ自分はどこからでも仕事ができるような状況だし、それだったら自分が心地いいと感じる場所に住んでみたいと思ってノースショアを選んでたんですね。でノースショアに来てもう今本当ちょうど1ヶ月経ったんですけど、すっごい心地よくて、今皆さんが見てもらってる映像とかっていうのも、もう私が必ず自分のルーティンで絶対やるって決めた毎夕日を見るっていう、そして足を水につけてこうアーシングっていうんですけど、この話もいつかできたらと思うんですけど、アーシングをこの夕日を見てやってるんですけど、もう最高に幸せなんですね。で、まあ、先を決めずに滞在するって決めて、で10月今、もうまさに10月に入りますけど、10月もノーショアに滞在決定みたいな、なんだったら1年ぐらいいたいなって思ってるみたい。で、まあ、結果的にノマド生活いいか悪いかというと、めちゃくちゃいいです。で、いいポイントっていうのは、もう本当に自然とか普段見慣れない景色とかの中で、やっぱり刺激的だしワクワクするし、あ、自分が好きなポイントってこうなんだっていう自分の再発見だったりとか。で、あとは、このハワイにいることで出会った人たち、で、ハワイにいる人たちに私が持っている特性とかっていうのを貢献、なんかこう提供して役立ててもらえるみたいなこともたくさんあるんですよね。なのでそういう意味でもなんか自分の可能性がどんどん広がるのがノマド生活の素晴らしいところかなと、グローバルレベルで広がっていくっていうのが私は面白いところだなというふうに思っています。で、まあこれ1回目なんですけど、今後はですね、ちょっと本当に日々の細かい細切れで面白いこととか紹介できたらなと思っております。 That's all for today. Sending you lots of love and kisses from Hawaii. No, sure. See you next time. Bye.